え、どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。あなた大変。泥棒よ。すぐに通報しなきゃ。いや、やめろ。母さんに家を貸してたんだ。は。もう警察呼んだよ。私の名前はユカ、34歳の会社員だ。夫のアキラとは結婚して4年になる。私たちの出会いは友人が開いてくれた合コンだった。長年付き合っていた彼氏と別れて、傷心状態だった私を心配して友人が合コンを開いてくれたのだ。そこで出会ったのがアキラだ。彼は爽やかで優しい雰囲気で話しやすかった。それでも最初は特に恋愛モードにはならず、新しい男友達ができたという感覚だった。それから彼と連絡先を交換して、仕事後に飲みに行ったりするようになった。私が特に恋愛をするつもりがなくても、彼は定期的に飲みや食事に誘ってくれた。そして、恋愛をする気分になるまで待つと言ってくれたのだ。そんな風にアプローチをされては、私も彼のことが気になってくる。そうやって意識しだすと、彼のことがどんどん好きになっていった。そして彼から告白されて、私たちは付き合うことになった。それから交際を続けて2年後に、私たちは結婚。結婚して2年が経った今も、私たちはラブラブだ。まさか、こんな風に運命の人と出会うとは思わなかった。それくらい夫との生活はとても楽しかった。だがそんな大好きな夫との生活にも少しだけ不満がある。それは義母についてだ。義母は一人息子である夫のことを溺愛している。しかも私は結婚の挨拶の時にかなり義母から敵視された。あなたがアキラをたぶらかしたのね。まったく、こんな地味な、どこにでもいそうな女に引っかかってしまうなんて。義母はそんなことを私に直接言ってきたのだ。その時はちょうど夫がトイレに行っている時で、義母は私と二人きりの時を狙ってきていた。私はどう返していいかわからず、うつむくことしかできなかった。そんな私を見て、義母は勝ち誇った顔をして笑っていたのを覚えている。義父はその時は急な仕事が入ってしまい、結婚の挨拶の時には会えなかった。両家の顔合わせの時に義父と初めて会ったのだが、義父はとても私に優しくて安心した。だから私にとっての悩みは義母だけだったのだ。その義母が厄介で、よくアポなしで家にやってくるのだ。そして私の家事についていろいろと文句を言ってくる。ちょっと、ゆかさん。部屋が汚いわよ。え、ちょっとお母さん。何勝手に私の部屋を開けてるんですか？姑として嫁が家の中をすべてちゃんときれいにしているのか調べなきゃいけないでしょう。そう言って、勝手に家のいろんな場所を調べ始める義母。私が止めても言うことを聞かず、どんどん家の中の至るところを開けていく。やっぱりね。クローゼットの中とかも汚いと思ったのよ。お母さん、いい加減にしてください。結婚して私たちは家族となりましたが、それでもマナーや礼儀というものは持つべきです。勝手に私の部屋の中に入らないでください。私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。あなた、嫁のくせに生意気よ。どうやったらあなたみたいな常識のない人が育つのかしら。きっと、親から十分な教育を受けてこなかったのね。義母はそんなことを言って私だけではなく、私の親のこともバカにしてきた。常識がないのはどっちですか？お母さんこそ、人の家の中を勝手に漁るように、親から育てられたんですか？はあ？あんた、私の親のことをバカにするの。信じられないわ。アキラは本当に最低な嫁と結婚したのね。
そうやって怒鳴ってくる義母。こっちこそとんでもない姑に当たってしまったと思う。しかも義母は夫がいないタイミングを狙ってやってきて、私をいびってくるので本当にたちが悪い。そして夫が帰ってくると、義母は態度を変えて笑顔になる。アキラ、お帰り。お、母さん来てたのか。あなたを待ってたのよ。今日は一緒にご飯を食べましょう。私が作るわ。そう言って嬉しそうにご飯を作る義母。母さんの料理は美味しいから楽しみだよ。今日はアキラの好きなカレーよ。おう、ちょうどカレーを食べたいって思ってたところだよ。さすが母さんだね。やっぱり親子だから直感的にわかるのね。そんな風に和気あいあいとした雰囲気で話す義母と夫。私に対してもああいう感じで話してくれればいいのだが、あんなに豹変してひどいことを言う姿を見ているので、義母の裏表の激しさには狂気を感じる。そして義母はこの時さらにひどいことをしてきた。さあカレーを食べましょうか。そう言って私たちの前にカレーを出した義母。うん、久しぶりに食べたけどやっぱりうまいな。そう、ありがとうアキラ。夫がそう言ったので私も一口食べてみた。辛っ。え、義母が作ったカレーはものすごく辛かった。私がびっくりして思わずそう声を漏らしたのを夫は不思議そうに見ていた。そんな辛い？中辛くらいだと思うんだけど。私にとっては結構辛いかな。そうかな。夫はバクバクと食べている。どうしてこの辛いカレーをそんなに簡単に食べ進められるのだろうか。あら、ゆかさんは辛さにめっぽう弱いのね。そんなに辛くした覚えはないんだけどね。義母も普通に食べ進めている。もしかしてこの親子は味覚がおかしいのか。そんなことを思いながらも私は頑張ってカレーを食べきった。食べ終わる頃には汗が吹き出ていた。ゆか、すごい汗だな。だって辛かったんだもの。普段運動とかしてないんじゃないの？体に溜まった悪いものが一気に出てるのよ。義母はそんなことを言っていたが、義母の悪口が耳に入ってこないほどに舌がヒリヒリして痛かった。そして義母が帰った後、私は冷蔵庫の中を見た時にあることに気づいた。それはタバスコが異常なほどに量が減っていたのだ。この時私は全てを悟った。義母は私にバレないように私に持ったカレーだけタバスコを大量に入れてものすごく辛くしたのだ。つまり夫と義母のカレーは普通のカレーだったということだ。私は呆れたと同時に義母に対してものすごく怒りが湧いた。いくら私とのやりとりで腹が立ったからといってここまですることはないだろう。それからは私は絶対に義母が家に来ても料理は作らせないようにした。義母に作らせると絶対に何か細工をして私に危険が及ぶ。そのため私ができる限り作るようにした。ゆかさんも働いてるんだし、私が作るわよ。いえ、大丈夫です。お母さんはこの家ではお客さんですし、夫の母親に作らせて嫁がサボるわけにはいかないです。私はそう言って、かたくなに義母に料理を作らせなかった。義母は一度自分が私に対して毒を盛るようなことをしたので、私の料理をものすごく警戒していた。だが私はそんな子供じみた真似なんてしない。義母と同じレベルには絶対に落ちない。義母のようなことはしないと決めていたが、それと同じくらい義母のことは私も警戒していた。だから義実家で食事をすると言われても、私はうまく理由をつけていかないようにしていた。義母は自分の思い通りにいかないことにかなり苛立っているようだったが、私の方が一枚上手だった。私の方からは
とことん義母とは関わらないようにした。そのような生活を続けて、ストレスはだいぶ減った。だがある時、夫が私にこんなことを言ってきた。ユカって俺の親のことが嫌いなの？え？母さんがぼやいてたんだよ。私やお父さんのことを避けて、全然コミュニケーションを取ってくれないって。確かに言われてみると、しばらくユカは俺の実家に顔を出してないよな。俺の親のこと苦手なの。私は夫にそう言われて困ってしまった。だがこの際、はっきり言った方が良いだろう。実は私、お母さんから嫁いびりを受けていたの。え、嫁いびり？うん、アキラがいない時を狙って、いろいろとひどいことを言われたの。それに結婚したばかりの時に、私がお母さんのカレーをすごく辛いって言った時があったでしょ。あのあと冷蔵庫を見たら、買ってからそんなに使っていないはずのタバスコが半分以上減っていたの。あれは私のカレーにだけものすごい量のタバスコを入れたのよ。だからあれ以来、お母さんの料理を食べるのが怖くて。あなたの実家に行ったら、お母さんが料理をする確率が高いから怖くて行けなかったの。今まで黙っていてごめんなさい。私は正直に全てを話した。夫なら分かってくれる。そう思って勇気を出して話した。だが夫の反応は私が思っていたものではなかった。ユカ、それ本気で言ってるのか？母さんがそんな意地悪をするはずないだろう。え？いくらなんでもひどすぎるよ。ちょっと待ってよ。私は本当に嫁いびりをされたんだから。それはお前の被害妄想だ。母さんがユカの分のカレーにだけ大量のタバスコを入れた。そんな子供みたいなこと母さんはしないよ。それなのにそんな疑いをかけて勝手に避けるなんて。夫は全く私の言葉に耳を傾けてくれなかった。それから夫との関係は少しずつギクシャクしていった。会話も減っていき、一緒にいても気まずい日が増えた。だからか夫は残業を増やしているようだ。最近は帰ってくる時間がいつも遅い。そして出張をする頻度も多くなっていった。家で一人でいる時間が増えるのはありがたくもあったが、それと同時に寂しさも感じていた。そんな中、私は両親から家族旅行に誘われた。最近ユカ元気がないみたいだし、お父さんと話し合った結果、休みを取って旅行して2泊ほど旅館にでも泊まろうっていうことになったの。もちろんユカが良ければだけど。私は2つ返事で了承した。行く、行きたい。こうして2泊3日の家族旅行へ行くことになった私。気まずいが夫にも一応伝えた。の日付から3日ほど旅行に行くから。わかった。それで晩ご飯とかだけど。ちょうど出張が入ってるから気にしなくていいよ。え、わかった。これで夫婦の会話は終了。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。私はショックを感じながら、とりあえずは家族旅行で一度リフレッシュしようと思った。久しぶりの親との旅行は楽しくて、今までのストレスが少し解消された。温泉に入って体をほぐし、美味しい料理を食べて幸せな気持ちになった。2泊もしたので、十分に観光もできてとても満足のいく旅行ができたと思う。そして私は一旦実家に帰って、ゆっくりした後に家に帰った。その日は月曜で、夫は1週間ほどの出張に行っている途中だ。明日帰ってくるので、私は夫が帰ってきたら改めて話し合おうと思った。こんな風に気まずい関係が続いているのは良くない。もう一度ちゃんとやり直そうと思った。そう思いながら家の鍵を開ける。そして私は自分の部屋に入った。その時、何か違和感を感じた。私が家を出て行った時と何か違うのだ。すると、
微妙に物の配置が変わっていることに気づいた。私は部屋の中をくまなく調べた。クローゼットの中を見ると、かけている服の位置が違う。さらには引き出しの中がぐちゃぐちゃになっていた。そして私にとって、とても大事なものがなくなっていた。え、どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。私は30歳になった時に昇進したのだが、その時に自分へのご褒美として80万もする時計を買っていた。あまり傷つけたくないので、誰かの結婚式の時や仕事関係のパーティーなど、フォーマルなシーンの時に使うようにして、大事にしていた。その時計は箱に入れて、引き出しの中に入れていたのだが、なんとその時計がなくなっていたのだ。私は泥棒の仕業だと思った。今に行くと、なんとなくだが部屋が汚れている。私はすぐに夫に電話をした。もしもし。あなた大変。泥棒よ。え、泥棒。私のものがなくなってるの。なんだって？他に何も盗まれてないのか？俺のものとかは？調べてみる。頼んだ。俺もすぐに帰るから。うん。そう言って電話を切った私。そしてすぐに夫の部屋を調べた。だが夫の部屋は一切荒らされている様子はなかった。その時、私は不思議なものを見つけた。それは可愛くておしゃれな小さな紙袋だ。その紙袋は夫の部屋の引き出しの中に入っていた。どうやらプレゼントのようだ。もしかして結婚記念日がもうすぐだから、何か私にプレゼントしてくれるのかな。そんなことを思っていたのだが、そこには手紙も入っていた。表のところに、絵と名前が書かれていたのだが、私はそれを見て絶句した。手紙の宛名が私の名前ではなかったのだ。そこにはリサへと書かれていたのだ。一体、何よこれ。私は手紙を開いた。するとそこには、夫が私の知らない女性へ、愛を語っている内容が書かれていた。私はすぐにそれを写真に撮り、そしてプレゼントも開けた。プレゼントは高そうな指輪だった。もちろん私に当てたものではない。その指輪は私のサイズよりかなり小さかったからだ。私は普通の女性よりも少し指が太くてでかいので、指輪のサイズもでかいのだ。そして私は冷静になったことで、あることに気づいた。夫は地方に仕事の出張に行っているはずだ。それなのにすぐこっちに来ると言った。しかも30分ほどで着くとも言っていた。出張に行っているのなら、最低でも数時間はかかるはずだろう。私に出張だと嘘をついて、家の近くのどこかにいるということだ。つまり、これは夫が不倫をしているということだろう。夫は信用できない。この泥棒騒ぎについても私が自分で対処しないと。私がいろいろと準備をしていると、夫が慌てた様子で帰ってきた。ゆか、家の中はどうなってるんだ？俺のものは何か盗まれていたか？いや、特に何も。だけど、私が買った高級時計が盗まれていたの。なんだって？ほら、私の部屋だけ微妙に荒らされた形跡があるの。他には今や台所も少し汚れたというか、誰かが使用したような形跡があって。すぐに通報しなきゃ。私がそう言うと、夫はハッとしたような顔をして私を止めた。いや、やめろ。母さんに家を貸してたんだ。は？どういうこと？だから俺とゆかが家を開けている間、母さんに好きに使っていいって言ったんだ。え、どういうこと？あなた、鍵をお母さんに渡していたの？合鍵を作って渡してた。はあ。
そんなの聞いてないんだけど。なんで勝手にそんなことするのよ。だって母さんが共働きの俺たちのことを気遣って家の中を掃除してあげたいって言ったから。家の中は掃除されているどころか、私の高級時計がなくなってるんだけど。そう、それはわからない。母さんじゃないかもしれないだろう。じゃあお母さんをここに呼んで。わかった。夫はしぶしぶ義母を呼んだ。義実家はこの家から近いので義母はすぐにやってきた。あら、どうしたの？そんな険しい顔をして。お母さん、私の時計盗みました。は、時計、何のことかしら。私は単刀直入に聞いたので義母は一瞬動揺していた。この時点ですでに怪しい。ゆか、ほら見ろ、母さんは何も知らないじゃないか。疑うなんてことはやめろよ。え、もしかして私、ゆかさんに泥棒扱いされてたの？ひどいわ、悲しいわ。義母は夫が味方についたことでいけると思ったのか、調子に乗ってそんなことを言ってきた。だが私だって負けるわけにはいかない。もし私の予想が間違っていたら謝ります。ですがお母さんが犯人だった場合は覚悟しておいてくださいね。ふん、私はやっていないって言ってるでしょ。そうだよ、それなのにどうやって証明するんだよ。そんなの警察に調べてもらうに決まってるでしょ。警察。おい、ゆか、警察沙汰になんてする必要はないだろう。もう警察呼んだよ。え、私がそう言うと義母は一気に顔を青くした。もうすぐ到着すると思うので、お母さんも逃げずに待っていてくださいね。それから5分後警察が到着した。そこで義母は地獄に落ちることとなった。私は警察に事情を説明した。義母は私じゃないと主張したが、夫から部屋の鍵をもらい、夫と私がいない間にこの家を使っていたことは認めざるを得なかった。そこで嘘をついたら一気に怪しくなるからだ。もしお母さんじゃないのなら被害届を出して犯人を探し出してもらわないといけないですね。私はそう言って義母の不安を煽った。もしかしたら質屋とかに売られているかもしれません。街中の質屋を調べてもらえますか？私がそうやって警察に言うと、義母はわかりやすく、へえ、と動揺した声を出した。もちろん、警察はそれを見逃さなかった。そして質屋を調べ回り、防犯カメラなどの映像も見ると言った。そこで義母はようやく観念し、自分が盗んだということを白状した。お金が欲しかったのよ。それに嫁にはムカついていたし。そんな、まさか母さんが。夫は義母が犯人だったことにショックを受けていた。警察と一緒に私たちは質屋へ行った。私の時計は昨日質屋に出されたばかりらしく、まだ誰にも買われていなかった。自分へのご褒美に買ったお気に入りの時計が戻ってきて本当に良かったと思う。さて、ここからはアホな義母と夫への制裁タイムだ。とは言っても、義母は今回の窃盗事件で義父に愛想を尽かされて離婚届を突きつけられた。親戚や近所の人たちからも泥棒として認識され、完全に仲間外れにされたようだ。そして私は義母から窃盗の示談金として100万を支払ってもらった。また夫に対しては、少し時間をかけたが私は興信状を使って不倫の証拠を手に入れて離婚を突きつけた。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで、離婚と慰謝料を要求すると顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちた。そして夫と正式に離婚が成立し、
慰謝料を夫と不倫相手に支払ってもらった。元夫は不倫相手と一緒になろうとしたが、元義母が無理やり元夫の家に転がり込んでしまったため、不倫相手は嫌気がさして逃げたそうだ。現在元夫は寄生虫状態の元義母を養いながら、慰謝料も支払って極貧生活を送っているようだ。一方、私は実家に戻り、両親と平和に暮らしながら仕事に打ち込んでいる。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事を頑張って成果を上げることに集中しようと思う。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。私の名前はのぞみ、40歳の兼業主婦。私は旦那と高校3年生のゆかと3人で暮らしている。娘が子供の頃は、家族仲良く楽しい時間を過ごしていた。遠方までドライブをしたり、ディズニーランドとか遊園地に行ったり。娘はまだ身長が足りなくて、乗れるアトラクションが少なくて拗ねていたが、ミッキーがちょうど通りかかって写真を撮ることができて一瞬で笑顔になってたこともいい思い出だ。だが娘は最近反抗期なのか、私に対しての当たりがものすごく強い。おかえりゆか。ねえ、またパソコンで遊んでるの？遊んでなんかいないわよ。これは仕事なのよ。嘘つかないでよね。家でパソコンをカタカタやっているだけでお金が稼げるなら私でもやってるわ。もうすぐアイドルの配信が始まるからパソコン貸してよ。はあ、わかったわ。ちょうど終わるところだからいいわよ。でもあなた、ちゃんと勉強してるの？最近はアイドルの配信、声優さんの配信、ゲーム実況、そういうの連続で見て夜中まで起きてるじゃないのよ。あんたにとやかく言われたくないわ。あんたって呼ぶのやめてって言ったでしょ。家事も仕事もしないで、いつも遊んでばかりいる人に説教されたって説得力ないのよ。家事もってどういうことよ？だって普段の料理とか掃除もお父さんがしてるじゃない。え？いやいや、何言ってるのよ。全部私が仕事の合間にやってるのよ。嘘つかないで。お父さんが優しいからって寄生虫のようなことして恥ずかしくないの？寄生虫って？だってそうでしょ。いつも部屋にこもってパソコンいじって家のことはお父さんに任せてばかり。だから私が家事をしてるんだけど。お父さんだって自分が家事をしてるって言ってたよ。え、お父さんがそんなこと言ってたの？ちょっとそれどういうこと？その通りの意味よ。いいから早くパソコン貸して。娘はそう言って私のパソコンをぶんどり自分の部屋へと行ってしまった。最近はこんな風に娘は勘違いをして私のことを責めてばかり。必死に説明をしても全く聞く耳を持ってくれない。それどころか日に日に態度は冷たくなっていっている。もしかしたら高校3年生になり、受験生になっているのでストレスをためているのかもしれない。でも勉強をしている雰囲気もないしな。それよりも夫のことだ。私はすぐに夫の元に行き話をした。ちょっとどういうこと？ゆかに私が家事を一切していないみたいな言い方したんだって。え、そんなこと言ったっけ？仕事も料理もしない寄生虫だって言われたんだけど。ゆかがそんなこと言ったのか？まあ、年頃の娘だし、信じたいものを信じる時期なんだろう。それじゃああなたはゆかにそういうことは何も言っていないってこと？ああ、まあそうだな。じゃあゆかにもそうやって説明してくれる？ああ、
言っておくよ。夫がちゃんと言ってくれるのならこれで大丈夫かと私は思った。しかしそれから数日が経った休日のこと、いきなり私の部屋のドアが開いて娘が入ってきた。急にどうしたの？ほら、やっぱり遊んでるじゃない。え、娘は私のパソコンの画面を覗き込んできた。何かのウェブサイトを見てるってことはネットサーフィンってことでしょ？そういうことじゃないわよ。これは生徒さんが作ったサイトで添削をしているの。あ、嘘つくならもっとマシな嘘つきなよね。なんでずっと家にいるあんたが先生をやれてるのよ。いい加減ちゃんと家事をしてくれる？やっぱり何にもしてないじゃない。ごめんね、今日は仕事があって。これから掃除するから。そうやって取り繕うように家事をやらなくていいわよ。お父さんが普段頑張ってくれていることは私は理解してるから。そしてあんたが何もしていないこともね。どうしてそういう言い方ばかりするの？私が一体何をしたっていうの？ふん、お父さんのことを散々振り回しておいて今さら何を言ってるの？え、どういうこと？自分の胸に手を当てて考えて。そう言って私の部屋から出ていく娘。一体何のことだろうか。私はまた夫を居間に呼び寄せて話をした。ねえ、全然ユカの態度が変わってないんだけど。あなた、ちゃんと言ってくれたんじゃないの？え、ああ、まあそれとなく言ったよ。それとなくって何よ。それに私があなたのことを散々振り回したってどういうこと？え、ユカに何か変なことを吹き込んでるんじゃないの？いや、そんなことは。ちょっと、あんた何お父さんに叫んでるの？私が声の方を振り向くと間の入り口に娘が立っていた。またお父さんを困らせてるの？違うわよ。私はちゃんとお父さんと話し合おうと思って。何を話し合うっていうの？あんたが帰省中で何にもしていないことが問題なんじゃないのよ。だからお父さんがいつも辛い思いをしているのよ。ね、お父さん。ああ、そうだな。ちょっと、なんでそれに同意するのよ。あなたが同意したら、ユカが事実じゃないことを本当だと信じちゃうじゃない。お父さんが嘘つくわけないでしょ。ユカ、お願い。ちゃんと話を聞いて。ふん、あんたの話なんか聞かないわ。私はお父さんの味方なんだから。娘のこの態度には本当に参ってしまう。実は娘は夫の連れ子で、娘が5歳の時に私と夫が再婚したのだ。私は夫と結婚した時点で血がつながっていなくても、娘のことは本当の娘のように大切に育ててきたし、ちゃんと母親になろうと努力してきたつもりだ。それなのに大人になっていくうちに、娘はどんどん私と距離を置くようになったのだ。じゃあ私がどういうふうにお父さんを振り回しているのか教えてよ。私がそのように言うと、娘はとんでもない発言をした。あんたはお父さんを裏切って不倫してたんでしょ。は？しらばっくれないでよね。お父さんがそう言ってたんだから。ちょっとどういうこと？だってお前の部屋から平日の日中にいつも男と電話をする声が聞こえてきてたじゃないか。はあ、あれは仕事での電話よ。ビデオ通話でオンライン添削をしてるのよ。そんなの信じられるわけないだろ。だってお前その時部屋に鍵をかけてるじゃないか。そりゃそうでしょ、授業中なんだから。授業中ってさっきから何言ってんの？あんた教師でも何でもないくせに。まあ教師ではないわね。お父さん
もうこんな奴とは別れちゃいなよ。え？ゆか、あなた何言ってるのよ。あんたは黙ってて。この寄生虫が。そうやって呼ぶのやめてって何回言ったらわかるの？あんたが自分でちゃんと稼いで、家事もちゃんとやる人ならそんなこと言わないわよ。ね、お父さん。ああ、そうだな。ええ。どうしてあなたはそうやってユカが言うことに全て同意するのよ。私はとことん呆れてしまった。こんな女とはもう別れてよ、お父さん。ああ、そうだな。あなた、本気なの？ユカがお前と離れたがってるんだ。最愛の娘の言うことを聞くのは父親の務めだろ。やっぱりお父さんは優しいね。そういうことだからあんたはさっさと出て行ってよね。わかったわ。もう娘とは分かり合うことはできなさそうだし、夫には幻滅してしまった。私は荷物をまとめ始め、そして役所に行き離婚届を取りに行った。すると夫と娘は出前を取ったようで、美味しそうに二人で寿司を食べていた。あ、ちょうどあんたをやっと追い出せることになったお祝いをしてたのよ。あんたも食べる。ガリくらいならあげるわよ。いらないわ。それより、はい、これ離婚届。私の部分はさっき記入を終えたから書いてちょうだい。わあ、やったよ、お父さん。これ書いたら本当に別れられるんだもんね。ああ、そうだな。夫は私から離婚届を受け取りすぐにサインした。じゃあ財産分与はなしってことでいい？え？夫の表情が曇る。だが夫が返答をする前に娘が口を挟んだ。当たり前でしょ。それってお父さんの財産があんたにも渡ってしまうってことでしょ。絶対に許さないわ。財産分与はなしよ。おい、ゆか。わかったわ。じゃあ財産分与は絶対になしってことね。念のために念書も書いてちょうだい。そう言って私は紙を夫に渡す。いや、俺は別に財産分与があっても。もうお父さん、何言ってるの。優しいのはいいけど、そういうところは心を鬼にしないと。この女はお父さんのことを裏切ってきた最低な女なんだから、こいつに1円だって渡しちゃダメよ。念書を書けばこの女は一文なしで路頭に迷うことになるんだから、早く書いて制裁を加えてやりましょう。娘に煽られて夫は、わかったよと言って念書を書いた。私はそれをすぐに受け取り、離婚届と一緒にカバンにしまった。じゃあ早速出してくるわ。これでお父さんが苦しまずに済むのね。勘違いをして喜んでいる娘を横目に、私は夫に止められる前にすぐに役所に行って離婚届を提出してきた。そして念書については実家によって大切にしまってもらった。両親に離婚のことについて話すと夫と娘に呆れていて、まあ、あんたが決めたことに文句は言わないよ、と言ってくれた。その後、私は家に戻りまとめていた荷物を持った。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。心配されなくても大丈夫よ。私がそう言うと娘も夫もポカンとしていた。そして娘はすぐに大笑いして私をバカにしてきた。年収3000万。そんなボケを最後にかましてくるなんて意外とやるわね。だったら私は年収1億よ。マジで哀れね。嘘じゃないわよ。
私は今それくらい稼いでるんだから。はいはい、わかったわよ。これから路頭に迷うからもう頭がおかしくなったのね。そのように私の言うことを信じない娘だが、夫は口を開けたまま目をパチパチとさせている。お前今そんなに稼いでるのか。ちょっとお父さん、この女のこんな嘘を信じるの？どんだけ純粋なのよ。夫は娘の言葉を無視して私に聞いてきた。だってつい数年前までは月20万くらいだっただろう。あの時はまだ会社勤めでリモートワークでのエンジニアだったからね。あれから私はフリーランスになって自分で単価の高い仕事を取るようになったの。そして最近は初心者向けのエンジニアのオンラインサロンも開いているの。金額に応じて受けられる講座の内容が変わっていて、私の添削付きの講座はちゃんとしたカリキュラムを作成している分、それ相応の額はいただいているわ。それでも無事にエンジニア就職できましたっていう声も多く上がっているから、私のやり方は間違っていないと思うわ。私が何をしているかよりも、夫は私がこんなに稼いでいるということを知って相当驚いていた。最初は全く聞く耳を持っていなかった娘も、本当の話なの？と動揺していた。ちょっと待ってよ。お父さんが今まで稼いでたんじゃないの？違うわよ。この人は昔は会社員だったけど、8年前に働いていた会社が倒産してからはずっとアルバイトしてるフリーターよ。まあ、それも今は続けているのかわかんないけど。私の言葉に夫はドキッとしていた。でも私にはもう関係のないことだから。じゃあね。顔を青くした状態の夫と娘を横目に、私は家を出た。最後に言いたいことを言って、娘と夫が焦る姿を見てスカッとはしたが、それでも13年も一緒に過ごしてきたのだから、さすがに精神的に来るものはあった。夫の連れ子で血がつながっていないとはいえ、私は母親としての愛情をずっと注いできていたからだ。でもこればかりは仕方ない。もう切り替えて次に進もう。そう思い、私は都内のマンションを借りて新しく一人で住み始めた。すると離婚してから1ヶ月ほどが経った頃に娘から連絡が来た。お母さん。ごめんね。いきなり電話をして。娘は私のことを珍しくお母さんと呼び、しおらしい態度をとった。どうしたの？私は久しぶりにお母さんと呼んでもらえたことが嬉しくて、つい話を聞いてしまった。本当にごめんなさい。私、お母さんのこと勘違いしてた。お母さんの言う通り、お父さん働いてなかった。しかも家事も全然してなかったんだね。お父さんに私がいる時に料理を頼んだら、とんでもなくまずいものが出てきたわ。私のお弁当も毎日の晩ご飯もお母さんが仕事の合間に作ってたんだね。そうよ。しかも不倫をしてたっていうのも、お父さんの適当な嘘だったのね。本当に失礼なことを今まで言ってごめんなさい。ゆか。お母さん、私、お母さんのところに行きたい。え？だって、お父さんはずっとあんな感じでだらけてばっかりだし。私、お母さんとの関係をやり直したいの。これからは私が家事もやるし、お母さんのこと大事にするから。お願い。私にはもうお母さんしかいないの。そのように頼み込んでくる娘。そう。そこまで言ってくれるなんて嬉しいわ。ちゃんと謝罪してくれてありがとう。じゃあ。何言ってるの？私があなたを受け入れるわけないじゃない。え？あなたの本性は一緒に住んでた時からわかっているのよ。そうやって相手が喜ぶことを言えば、コロリと落ちてくれると思った。
残念だけど、私はあなたがやっているやばいことも知ってるんだからね。あなた、ぼったくりバーで働いているでしょ。しかもまだ18歳なのにお酒飲んでるんでしょ。どうしてそれを。まあ、そいつの自業自得でもあるんだけど、昔から仲いい男の友人がキャッチで行った店があなたが働いている店だったの。あなたが一緒に写っている写真を見せてくれたわ。つまりあなたはお金が欲しいから私に近づこうとしてるんでしょ。そんなそういうわけじゃ。だってそうしないと大学に行くお金はおろか、あの部屋の家賃も支払えないしね。まあ、働かない父親と一緒になってかわいそうな部分はあるけれど、あなたが私に対して散々ひどいことを言ってきたことは消えないからね。残念だけど、血がつながっていないから離婚した時点で私はあなたの母親ではなくなるの。もう赤の他人なのよ。これからは今までの行いを反省して、まっとうに生きなさい。生活については役所とかに相談しなさい。行政に頼れば何かしらサポートはしてくれると思うから。これが私ができる限界よ。今は大変かもしれないけれど、心を入れ替えて誠実な人間になることを目指しなさい。私はそう言って電話を切った。それからしばらくは娘から電話が来ることはなかったが、半年後に娘が高校を卒業した頃にメッセージが届いた。大学には行けなかったけど、就職先は決まったよ。別にあんたの言葉で火がついたとかじゃないからね。あくまで私が頑張っただけのこと。一応13年間育ててもらったから報告しただけだから。私はこのメッセージを読んでふっと微笑み、一言だけメッセージを書いて返信した。よく頑張ったね。卒業おめでとう。既読だけついてそれ以降返事は来なかったが、私はなんだか晴れやかな気分になった。娘とはこの先会うことはないかもしれないが、自分の人生をしっかりと歩んでいってほしいと思う。ああ、そうそう。ちなみに元夫は風の噂では、家賃が支払えず、しかも何年も無職だったから仕事も決まらずにホームレスになったらしい。最終的に路頭に迷ったのは元夫だったということだ。まあ、私にはどうでもいいことだが。一方、私は相変わらず同じ仕事を続けながら、毎日楽しく充実した日々を送っている。これからも目の前のことに一生懸命に取り組みながら生きていこうと思う。予約は2人しかしてないから、あんたは一緒に入ってこないで。でももう満席みたいだし、あんたの席はないから、財布置いて帰れば。そう言って高笑いをする長男夫婦。ここまでバカにされるなんて、もう我慢ならない。私はため息をつきながら、いいけど後悔しないでねと言い、財布を取り出した。後悔なんてするかよ。私を置いてお店に入る2人。2時間後、私のスマホが鳴った。おい、母さん。一体どういうことなんだよ。私の名前はのぞみ。57歳の在宅ワーカーだ。夫とは結婚して24年が経つ。私たちは同じ職場で働いていたことがきっかけで出会った。当時、彼は結婚していて、私はもちろん恋愛対象としては見ていなかった。しかし数年が経ってから、彼は離婚をした。奥さんが不倫をしていたらしい。そのため、小さい男の子を引き取った状態で、シングルファザーとして働きながら生活をしていたそうだ。子供が喜ぶ料理って何があるかな。え？いや、息子に作ってあげようと思うんだけど、何がいいかなって思って。俺あんまりそういうのわからないからさ。そうね、って私子供いないし独身なんだけど、なんで私に聞くのよ。夫は当時なぜか私にそのような質問をしてきた。
その時から別に仲が良かったわけではない。それなのになぜ私に聞いてきたのかよくわからなかった。だけど私は聞かれたからにはちゃんと答えたいと思い、何か思いつくまで考えた。それで、ハンバーグは、とか、唐揚げは、とか、オムライスは、などといろいろと答えてあげた。彼は、ああ、なるほど、ありがとう、と言って、缶コーヒーを一本おごってくれた。それが私と彼の距離が縮まるきっかけだった。それから私たちはちょっとした雑談をするようになる。息子ちゃんに手料理作ったの？作ったよ、オムライス。そう言って写真を見せてきた彼。初めて作ったらしく、卵が崩れているが、ちゃんとケチャップで文字を書いていた。名前、マサト君って言うんだね。彼が見せてくれた写真のオムライスには、ケチャップで息子ちゃんの名前が書いてあったのだ。ああ、今3歳でね。結構やんちゃで大変なんだ。まあそのくらいの年齢って、みんなわんぱくでやんちゃでしょ。知らんけど。休日とかもこっちが疲れるほど遊んでも、まだ元気だったりするからびっくりしちゃうよ。ちゃんとパパやってるのね。私はその話を聞いて、彼のことを偉いなと思った。それから彼に対して少しずつ好意を抱くようになった。たまにお昼を一緒に行って話を聞いたり、彼に時間がある時に飲みに行ったりして、距離が縮まっていった。そして自然と私たちは付き合うようになった。今後のことを考えてさ、マサトとも会ってくれるかな。交際を始めて1ヶ月ほどが経った頃、彼がそう言ってきたので、私は会うことにした。私ももう28歳だったし、結婚を考える年齢だった。私は彼のことが大好きになっていたので、子供がいても彼と結婚をしたいと思っていた。だから、それならば早くから会って、仲良くなっていた方がいいと思ったのだ。マサトは最初は私に心を開いてくれなかったが、根気強く付き合っていくうちに、私にも笑顔で話しかけてくれるようになった。それから交際が2年ほど続いてから、私と夫は結婚をした。その時にはマサトもすっかり私に懐いていた。だから結婚して家庭を持つことに何ら不安はなかった。私は結婚後、寿退社をして専業主婦になることにした。まだマサトが小さかったし、夫の稼ぎでも暮らしていけたから、家庭に入って家事と子育てを頑張ることにしたのだ。子育ては意外と大変だった。夫が前に話していたように、マサトはかなりやんちゃで、家の中は駆け回るし、物を壊しそうになるわで、常に注意深く見ていないといけなかった。それでも素直で聞き分けのいい子だったので、私が何かを注意したら、ちゃんと言うことを聞いてくれた。私は悪戦苦闘しながらも、子育てを頑張った。夫と息子と仲良く幸せな日々を過ごせていたと思う。だがそんな中、あることがきっかけで状況が変わってしまう。それは次男のアキラが生まれたことだった。私は初めての出産で、なかなか心身ともに不安定だった。だから出産時は里帰り出産をして、その間のマサトの世話は義母にお願いしていた。出産後、久しぶりにマサトと再会をしたのだが、最初はマサトはとても喜んでくれたのだが、弟という存在が初めてだったので、少し戸惑っていた。しかもそれから私は、赤ちゃんであるアキラの世話がメインになってしまう。そんな状況に、マサトはだんだんとイライラが募っていった。お母さん、どうして僕と遊んでくれないの？僕のこと嫌いなの？そういうわけじゃないのよ。今はアキラのお世話をしないといけないの。ダダをこねるマサトをなだめながら、アキラを育てるのは大変だった。夫は仕事がどんどん忙しくなっていき、私の子育ての手伝いはしてくれなかった。いや、
仕事が忙しくなる前から結婚した瞬間に子育てを私に丸投げするようになっていたと思う。それから数年が経ち、アキラも3歳になった。マサトは当時8歳だったのだが、アキラよりもわがままだった。アキラは欲しいものがあるとき私におねだりをしてきて、ダメだと言うとすぐに諦めるのだが、マサトは違った。買うまでその場を離れようとせず、私が買わないと言っても自分の本当の子供じゃないから買ってくれないんでしょと、そんなことを言うようになってしまった。アキラには買い与えてるのに、血がつながっていない僕には買ってくれないんだ。そうやって叫ぶので周りもざわざわしながらこちらを見てくる。私は差別なんてしていないし、アキラにばかり買い与えてなんていない。それなのにそんなことをマサトが言ってくるので困ってしまった。だから私はマサトをなるべく買い物に連れて行かないようにした。アキラはまだ小さいので家に置いておくわけにもいかない。だがそうするとマサトは買い物に行く前にダダをこねるようになった。私は事情を説明して、買い物の時は義母に来てもらって、マサトと義母、私とアキラというふうに別々に買い物に行ったり、義母とアキラにお留守番をしてもらったりしていた。しばらくはそれでなんとかごまかせていたのだが、ある日夫がこんなことを言ってきた。どうしてアキラとマサトを一緒に買い物に連れて行ってあげないんだ。マサトがかわいそうだろう。私はこの時少しイラッとした。子育てを全部丸投げしているくせに、どうしてそんなことを平気で言えるのだろうか。それなら週末にあなたも一緒に買い物に付き合ってよ。私がそう言うと、夫はムッとした表情になり、俺はお前たちの生活を守るために平日に一生懸命働いてるんだよ、休日くらい休ませろよと逆ギレしてきた。夫は結婚した途端に態度が変わってしまったと思う。なんていうか、釣った魚には餌をやらないというか、彼にとって私は子供の面倒を見る都合のいい家政婦状態なのだろう。夫へのフラストレーションが少しずつ募っていく中、マサトは成長していくにつれてさらに面倒くさくなった。母さん、小遣いあげてよ。ダメよ、ちゃんと約束したじゃない。今年はこの金額だって。来年になったら少しあげるわよ。本当にあげてくれるの？そうやって嘘をついて俺のことを騙そうとしてるんじゃないの？何言ってるのよ。母さんからしたら俺なんてどうでもいいもんね。アキラさえいればいいんでしょ？そんなことないわよ。あなただって私の可愛い息子よ。そうやって嘘つかなくていいから。父さんにそうやって言うように言われてるんでしょ？本当はアキラしか可愛くないんだって分かってるから。そんなことないって。マサトは何度もそういうふうに決めつけて私を困らせた。その度に私はなんだか責められているような気になってしまう。そしてある日、マサトは中学校で問題を起こしてしまった。それは喧嘩だったそうなのだが、どうやらマサトがクラスの子に怪我を負わせてしまったらしい。私は先生に呼ばれ学校に向かった。そこでマサトと一緒に先生と話すことになったのだが、マサトは自分がやってはいないと主張したのだ。しかし先生が駆けつけた時、マサトが怪我をさせた子の目の前に立っていたという。幸い怪我はせずに済みましたが、頭から机にぶつかっていたので、当たりどころが悪かったら一生残る怪我をしていたかもしれません。そんな風に先生に言われ、私は血の気が引いた。マサトをちらりと見ると彼も動揺していた。この時私は直感的にマサトがやったのだと理解した。マサト、どうしてそんなひどいことをしたの？私は母親としてマサトを叱った。だがマサトは、俺はやっていないって、と変わらず主張した。
本当のことを言いなさい。あなたがやったんじゃないの？だから違うって。なんで母さんは俺を信じてくれないんだよ。俺が血のつながった子供じゃないからだろ。いい加減にしなさい。それを持ち出せば私があなたの言うことを聞くとでも思ってるの？私はあなたのこともアキラと同じように大事に思ってるのに、どうしてそれがわからないの？先生の前だったが、私は構わずに怒った。するとマサトは何も言わずにその場から走り去っていってしまった。私も先生も反応が遅れてしまい、彼を止めることができなかった。私は先生に何度も謝り、それから怪我をした生徒の家に行って謝罪をした。それから数日後、なんと別の子が怪我をさせたと名乗り出たという話を聞いた。私は絶句してしまった。本当にマサトはやっていなかったのだ。私は何度もマサトに謝った。だがマサトは許してくれなかった。お母さんは俺のことを信用していないことがよくわかったよ。本当にごめんなさい。どうしたらお母さんを許してくれるの？私がそう言うとマサトはニヤッと笑った。俺の言うこと何でも聞いたら許してあげるよ。それからというもの、マサトはあれこれと私におねだりをしてきた。新しいゲームやゲーム機だったり、外食に連れて行ってほしいとか、そうやって私に何でもねだってきた。私はマサトを信じてあげられなかったことへの申し訳なさから、しばらくは言うことを聞いていた。そんな状態が2年ほど続いた。ある日、私はスーパーで買い物をしていた。するとマサトの元同級生の子とばったり会った。すでにマサトたちの学年の子は高校生になっている。その子はマサトとは別の高校に通っていた。私が挨拶をすると彼は気まずそうに挨拶をしてきた。そしてその後、おばさんごめんなさいと謝ってきた。突然のことでびっくりしていると彼は驚きの事実を教えてくれた。なんとあの怪我をさせた時の事件で、彼は犯人として名乗り出たそうなのだが、実は本当はマサトがやっていて、無理やり自分が名乗り出るようにマサトに言わされていたそうなのだ。マサトはクラスで中心的存在だったらしく、周りの子たちも逆らえなかったらしい。彼はたまたまマサトが違う子たちとゲーセンで遊んでいる時に、母さんにあの時のことをゆすりに使ったら何でも買ってくれるし小遣いも弾んでくれてるんだぜという会話を聞いたことがあったそうで、自分のせいで私に迷惑がかかっていることが申し訳ないと思ったそうだ。私はその子に、教えてくれてありがとう、あなたは何にも悪くないんだから気にしないでと言ってあげた。それからすぐに帰宅してマサトを問い詰めた。マサトは驚いていたが、すぐに肩をすくめて、バレちゃったか、まあいいや、と反省するそぶりすら見せなかった。この時、私の中で何かが切れた。この子は私がどれだけ愛情を注いでも、それを受け止めてはくれないのだ。自分がいかにわがままを通せるかしか考えていないのだ。それからは、もうマサトのことを大事にするのを私はやめた。放置をするわけではないが、必要以上に干渉するのをやめたのだ。もちろん何をおねだりされても断った。アキラには一般的な価値観の範囲で、小遣いや欲しいものを買ってあげていたし、それはマサトに対しても同じだった。通常通りの対応に戻っただけだ。マサトはそれが納得いかなかったらしく、私に対して冷たい態度を取るようになったが、私は適当に受け流した。それからマサトは高校を卒業すると、すぐに家を出て働き始めた。私はマサトがいなくなってほっとした。アキラはすくすくといい子に成長し、その後大学に進学して、大企業に就職。マサトは家を出てから、めったに帰省してこなかった。たまにお金がない時だけふらっと帰ってくることはあったが、私は
お父さんに頼んでちょうだい、とだけ答えた。するとマサトはめんどくさそうにしながら、夫に金を貸してほしいと頼み、夫は特に何も考えずにお金を渡していた。夫は子育てが本当に面倒だから、金を渡して落ち着くならそれでいいと思っているようだ。私はそれを冷めた目で見ていた。それから時は過ぎていき、マサトが結婚することになった。彼は婚約者を連れてきたのだが、なんだか派手な服を着て、常識があまりなさそうな子だった。在宅ワークって何ですか？それってニートじゃないんですか？初対面にもかかわらず、私のことをそうやってバカにしてきた彼女を、私は一瞬で苦手だと思った。母さんはカッコつけてるだけだから。マサトもそんなわけのわからないことを言って、私をバカにしてきた。私はこんな人たちにちゃんと説明しようとも思わなかった。その後、マサトは結婚し、式も挙げて、夫婦の生活をスタートさせた。それから数年が経った。ある日、私は長男夫婦から連絡が来た。珍しいこともあるもんだ。一体何の用だろうか。私はそんなことを思いながら電話に出た。するとマサトは電話でこんなことを言ってきたのだ。母さん、今年還暦だろ。仕方ないから長男として俺たちがお祝いしてやるよ。え、私はびっくりした。まさかそんなことをマサトが言ってくるなんて。だがなんとなく怪しいとも思った。話によると、長男夫婦と私の3人で高級寿司屋に行こうということになったらしい。今まで私にほとんど関わろうとしてこなかったし、親戚の集まりとかでも2人で私をバカにしていたほどだ。絶対に何か裏があるに違いない。そう思って私は先手を打つことにした。長男夫婦に私はここの高級寿司屋はどうかとお店のホームページの URL を送ったのだ。すると、いい店じゃん、ここにしようと返事が返ってきたのだ。だが長男夫婦からは、俺たちが予約しておくから予約が取れたらまた連絡するとも返事が来た。かなり怪しい。それから数日後に予約が取れたという連絡が来たので、私は後日約束の日時に高級寿司屋を訪れた。すると店の前で長男夫婦が待っていた。やあ、母さん。お久しぶりです。どうも。二人とも先に入っててもよかったのに。私がそう言うと二人ともニヤニヤしている。母さんのことを待ってたんだよ。あら、そうなの。ありがとう。勘違いしないでよね。私たちはあんたと一緒に食事をする気はないよ。え？私たちは夫婦でこの寿司屋に入るの。そもそもあんたみたいな在宅ワークだとかよくわからないことしてる人なんて、こんな敷居の高い店は似合わないのよ。予約は2人しかしてないから、あんたは一緒に入ってこないで。どうしてもお寿司が食べたいって言うなら一人で入れば。でももう満席みたいだし、あんたの席はないから財布置いて帰れば。そうだな、俺たちのために財布を置いてけよ。そう言って高笑いをする長男夫婦。ここまでバカにされるなんてもう我慢ならない。私はため息をつきながら、いいけど後悔しないでねと言い財布を取り出した。長男夫婦はまさか私が本当に財布を渡してくるとは思ってなかったようだ。ちょっと驚いていたが、それでもすぐに先ほどのバカにしたような顔に戻った。後悔なんてするかよ。なんかこの財布ください。私を置いてお店に入る二人。私は作戦がうまくいき安心した。そして私は近くの焼き鳥屋さんに入り、ビールと焼き鳥を堪能した。お腹が満たされたところで私は家に帰った。2時間後、私のスマホが鳴った。
もしもし。おい、母さん。一体どういうことなんだよ。この財布に入っているクレジットカード、使えないんだけど。あら、そうなの？じゃあ使えないってことよ。ふざけんなよ。現金は1000円しか入っていないし、こんなんじゃお会計できないよ。あら、あなたたち、私に全部おごってもらうつもりだったの？私のことバカにしている割には、自分たちでは何もできないのね。な、うるさいな。今ちょっと手持ちがないだけだ。嘘をおっしゃい。あんたは今フリーターなんでしょ？そこのお店は普通に食べても2桁は超えるわ。どうせあなたたちは何も考えずに、たくさん飲み食いしたんでしょ？だったら数十万くらい言ってるでしょうね。なんで母さんがこんな高いお店の基準を知ってるんだよ。だってそこのお店の大将、私の弟だもの。え？そう、実は私は弟のお店を長男夫婦に紹介していたのだ。マサトは私の家族のことなど興味がないから、弟が一流の寿司職人でお店を持っていることなど知らなかった。私は弟に事情を話して、協力してもらっていたのだ。それなら話は早いじゃん。家族なんだからただでオッケーじゃん。マサトはそうやって声を弾ませた。どこまでめでたい子なのだろうか。何言ってるの？そんなことできるわけないでしょ。弟にとってはあなたはただの他人と同じ存在よ。血もつながってないわけだし。そんな。すると弟の声が聞こえてきた。お客様、無銭飲食は犯罪ですよ。すぐに警察を呼ばせていただきます。どうやら弟は他の客にも聞こえるようにそう言ったようだ。マサトと嫁の慌てた声が聞こえてきた。ちょっと待ってくれ。金を下ろせばあるんだ。あ、そうだ。今母親に電話してるから金を持ってきてもらう。そんな声が聞こえたので私は電話を切った。そしてマサトの電話番号を着信拒否にした。今頃マサトは相当焦っていることだろう。それから少し経ってから夫が長男夫婦を連れて帰ってきた。おい、お前何やってるんだよ。マサトたちが困ってたんだぞ。夫は帰ってくるや否や私を責め立てた。俺が代わりに20万の飲食代を支払うことになったんだからな。今すぐそのお金を俺に支払え。鬼の形相で怒っている夫。その後ろで同じく私を睨みつける長男夫婦。そんなの嫌よ。どうして赤の他人のためにお金なんて支払わないといけないのかしら。なんだと。お前は俺の妻であり、こいつの母親だろうが、そうやって無責任なことを口にするな。そうよ、ひどい母親だわ。少しくらい母親らしいことをしろよ。そうやって私を責めてくる三人。だから私はあなたの妻でもないし、マサトの母親でもないって言ってるでしょ。私、さっき離婚届を提出してきたのよ。え？私の発言に三人ともポカンとしている。忘れたの。あなたが前に喧嘩した時に突きつけてきた記入済みの離婚届。あれを私はさっき出してきたのよ。私がそう言うと、夫は一気に顔を青くした。そんな。あれを出したって言うのか。ええ、そうよ。本当はあの時別れてもよかったんだけど、私によくしてくれたお母さんの介護が必要になったばかりだったからしなかったのよ。でも今は違うわ。お母さんが私に言ってくれたの。もう離婚していいわよって。そんな。母さんが。お母さん、もう施設に入ることに決めたって。だから私も自由になっていいって言ってくれたの。私の発言に絶句する夫。だが長男夫婦は笑っていた。父さんの稼ぎがなかったら、あんたは超貧乏だろ。
勘違いしてるみたいだけど、私は在宅で月40万稼いでるのよ。え？昔から得意だった英語を生かして、オンラインの英会話の講座をしてるの。今はかなり人気の講師で、それくらい稼げてるんだから。だから夫よりも収入が高かったのよ。そんな。私の発言に長男夫婦も絶句していた。私はショックを受けている3人を横目に荷物を持って玄関を出た。玄関前にはアキラが車を止めて待っていた。私は車に荷物を積み、一緒に新しい新居へ向かった。私が新しく購入したマンションだ。アキラはわざわざ車を用意してくれて、私を送ってくれた。母さん、何かあったらいつでも頼ってくれよ。ええ、ありがとうね。私は現在単身用のマンションで、とても快適な生活を送っている。ちなみに元夫は家事をする人がいなくなり、家は汚れる一方で、近隣から苦情が出て家から追い出されそうになっているそうだ。そして長男夫婦は、マサトはフリーターで稼ぎが低いのに、嫁が働かないため借金ばかり繰り返し、そのうち借金の額が相当ひどいことになっているらしい。まあ私には関係ないが、自業自得だ。私はアキラという血のつながった可愛い我が子との絆を大事にしながら生きていこうと思う。